テンプレート、ノート、ウィキプロジェクトエイスース AA、パッドトランスフォーマープライム TF201 は、エイスースによって2011年10月19日に発表された、アンドロイドタブレット端末である。前の機種エイスース AA パッド TF101 と、同様、モバイルキーボードドックが付属する。日本ではエイスース AA パッド TF201 として2012年1月21日に、 発売が開始された。タッチパネル液晶は128800、ドット表示の10.1型、ワイド LEDIPS 液晶を搭載しており、ゴリラガラスを採用している。カメラはフロントに120万画素、バックには、オートフォーカスの800万画素 CMOS、イメージセンサーカメラを搭載している。センサーは、重力センサー、電子コンパス、光センサー、 加速度センサー、ジャイロスコープ、GPS を搭載している。モバイルキーボードドックは、キーボード、タッチパッド、SD カードリーダー、USB2.0 ポートを装備している。TF101 同様に、モバイルキーボードドック側にもバッテリーが搭載されているため、タブレットと接続することによって、駆動時間を増やすことができる。OS は発売当初は、 アンドロイド3.21であったが、その後2012年3月にアンドロイド4.03に、2012年11月にアンドロイド4.1にアップデートされた。ファームウェアの自動更新によりアップデートされる。後継機種は、a s u SPAD TF700T。2012年7月15日販売開始。画面解像度が、 フル HD の 1920X1200 になり、フロントカメラが200万画素になり、CPU が 1.7GHz になった。ありがとうございます。